3、はい、エディアからお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはエディア株式会社代表取締役社長の高橋正樹さんです。高橋です。はい、よろしくお願いします。巻き巻きと、本当いつもだったらハンチングがね、はい、トレードマークなんですけど、はい、今日お顔がよく見えるようにハンチングなしの巻き巻きだけで、はい、ご登場でございます。よろしくお願いします。あのオフィスにお邪魔をいたしましたら、さすがですね、やっぱりこうなんかグリーンを扱う、プロのオフィスという感じで、本当にお部屋の底かしこが、はい、まあ、ここもそうですけれども、はい、緑がセンスよく配置されて気持ちがいいですね。ありがとうございます、ね、あの窓からもね、お庭がもう綺麗に見えて、私あの夏にねこちらのガーデンパーティーやった時にお邪魔したんですけど、うん、本当素晴らしいですね。空気が違うね。そうですね、大きな緑があると、うん、まあ、空気感も当然違うんですけど、はい、そこからまあよく言うマイナスイオンも出て、うん、あの幸せたくさんくれます。うん、大きなね松の木があるんですよ。そうですね、赤い蘇があって、うん、松の下はまさに朝空気が違いますね。ああ、そうなんですね、はい、いいですよ。羨ましいです。そんなオフィスから高橋さんの話も今日もね掘り葉掘り伺っていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、今日はこちらです。じゃん、じゃん、造営エクステリア、母の介護で札幌へ、緑から始まるデザイン。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに、まあ、お仕事の紹介ですよ。エディア株式会社さん、はい、さっき聞かなかったけど、エディアってどういう意味、なんでエディアなんですか？ローマ字で E、うん、スラッシュ、うん、DA なんですけど、はい、E は、まあ、実はたくさんいい文字があって、はい、エコだったりとか、あ、エボリューションだったりとか、はい、エコロジーだ、エッセンスだったりとか、うん、まあ、そこから実は取って、うんうんうん、まあ、D はデザインですね。で A は実は僕建築家なんで、はい、アーキテクチャなんです。アーキテクチャ、ああそうなんだ。そうなんです。でエディアかもしれない、エディア株式会社さん、そんな人が造園屋さんやってますね、うん、そうなんです、はい、で私以前そのさっきもちょっとパーティーがあった時に、はい、本当に私このエディア株式会社さんは造園屋さんのおしゃれな大きいとこだと思って思ってた。そしたらね、造園エクステリアだよ、建築もやるよっていうことでおっしゃってて、もともと建築も長くって、はいはい、なのでお仕事としてはもうお庭全体とかになるのかな、どういう感じですか？基本はあの外回りの空間デザイン、はい、でそれが俗に言う造園っていう部分になるんですけど、はい、そこから波及する、まあ、お庭をやっていると、僕はもともと建築屋なんで、うん、まあ窓から見える風景にデザインが欲しいだったりとか、うん、緑がもっと欲しいわ、はい、まあ、本当につまんないことだとドアが開かなくなったわっていうところまで相談を受けるんですね。あ、まあ、私は11年ぐらい建築やってたんで、はい、そういうところをその場で直せてしまうんで、なんで、まあ、そういうところも波及して、ながら、うん、まあ、ライフスタイル全体のデザインを緑の中心にやってるっていう感覚ですね。わかりやすいと、うん、ゾエさんです。で確かにあのお庭やってもらうと、ちょっとこう長い時間ね一緒にこう通ってもらったり、はい、ね、あの一緒にいることがあるでしょうから、はい、そこのお家のオーナーさんといろいろ親しくもなるでしょうし、はい、あ、もっとこここういうふうにしたいわっていうような要望も聞くでしょうし、はい、また要望聞けばすぐ動けるっていうところがいいですね、うん、そうですね。高橋さんが手掛けたところで、まあ、あの住宅もそうなんですけど、皆さんがすぐ行ける場所として、私そうね、あのエデンさんを紹介しようかな、はい、あの丸山山の三陸通りにありますカフェエデンさん、古畑さんのところですけど、はい、あのバックナンバーにありますので、はい、ちょっと探してみていただいてそこのカフェエデンのお庭とかそうですもんね。そうですね、カフェエデンさんもそうだし、あと個人店中心なんですけども、うん、あの商業施設だと、この札幌近郊だと教会のシャローム教会だったりとか、はい、シャローム教会、はい、シャローム教会ってもうあのあそこ登ってた、そうですね、あそこの LED とか、左手にある教会 の装飾はやってます。真面目にですか、はい、あそこ私大好きです。すごいですよねあそこ。そう、あそこすごい綺麗で、もう札幌でももう多分一番の LED の数を使ってます、あれ高橋さんやったんですか？あれそうです、僕らの会社。マジですか、皆さんちょっと話の手に見に行ってみてくださいっていうぐらい綺麗ですよね。綺麗ですね、あの長崎のハウステンボスさんの電球の数より多く使ってます、うん、へー本当に。そうですね、
いやでも確かにすごいんですよ、うん、あれなんだ、ああいうのもやるんですね。そうですね、本当に外回りの衣装に関わるところは全部プロデュースします。すごいですね。小耳に挟んだ情報によりますとテレビ CM とか、あそうですね、そういうのもやったって、はい、壁面になんかアイビーいっぱいの、はいそうですね、うん、2日かけて作らさせてもらって、今某、はい、テレビで流れてます、はい、某あの車の CM ですね。そうですね、流れて某車の CM で流れてますね。大変だったのにね、終わったらすぐ壊しちゃったらしいよテレビ CM ってすごいねすごいよね、本当に、まあ、そんなねお仕事を多岐にわたって、だからお庭もそうだけど全体ですね、あの外側もちろん、あの内側もあの建築もされているということなので、それではちょっと建築の話も出てくるかな、2つ目のキーワードで、はい、そもそも話のところも伺っていきたいと思います、はい、2つ目のキーワードこちらです、はい、じゃん。